運転手さん、携帯電話とか持ってません？僕の壊れちゃって。いや、残念だけど。そう。あ、ちょっと止めて、運転手さん。あ、降ります。ここでいいです。ここで降ります。あの建物だ。間違いない。僕はこれからあの場所を見張ればいいんだ。サルディニア、コスタ・ズメラルダ。半世紀ほど前、インドのある富豪がその風と岩の出会うこの海岸の景観に魅せられ、住み始めるまで歴史の外の場所であった。ちょっと待ってください。メーターの数字が一桁違い、てめえの勘違い棚に上げて、俺が料金メーターいじって数字を動かしたとこう疑ってるわけか、こら。いえ、でも町からここまでで80万リラって、そんな大金。旅行者が金持ってねえわけねえだろ。さっきポッケに隠しただろうがよ。ズボンの内側に封筒隠すの見たぜ。どれ見せてみろ。触らないで。頭痛が。ほれ、あった。アホが。見なくてもいいものを見た者はこの世に存在してはならねえんだぜ。こいつ。ルル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 ル。おい、今電話鳴らなかったか。え、どこで鳴った。おい、質問してんだぞ。あの電話はぶっ壊れてるから鳴るはずがねえ。知らねえよ。何を言って。ルルルルルルル。また鳴ったぞ。どこだ。どこだ。なんだよ、あるじゃねえかよ、自動車電話がよ。もしもし。はい、ドッピオです。ボス。はい、今着きました。写真と同じ場所です。僕はこれからここを見張ればいいんですね。え、ドライバーは封筒の中身を見ていないから始末しなくていい。お言葉ですがボス、私の見解では確かに見てはならない写真を見てしまったと。はい、すいませんでしたボス。ええ、建物の見張りはこれからです。見張りはこれからだと違うぞ。私のドッピーをよく見るんだ。ゆっくり、そのまま自然に。怪しい行動は取るな。今見張られようとしているのはお前の方だ、ドッピーを。あれはリゾット。裏切り者の暗殺者だ。占い師の言ってた通り現れた。奴の飛行機の墜落でトリッシュの実家にあったこのサルディニアの写真の存在に気づいたようだ。まず奴を始末しなくてはならない。さもないとトリッシュが来た時邪魔をされる。奴を始末するのはこの私だが、お前の正体は決してバレずに奴に近づかなくてはならない。リゾットの能力は私にとっても謎だからな。2メートルまで奴をおびき寄せろ。それがキングクリムゾンの確実な射程だ。お前ならできる。電話を切るぞ、私のドッピオ。はい、わかりましたボス。で、なんだこれ。頭が痛って。そうだ、頭痛どころじゃないぞ。今ボスから電話があったんだ。僕の任務はあの建物を見張って、そしてなんだっけ、近づく。そうだ、近づかなきゃ。でも一体何に。俺はお前に近づかない。グガモー、こっちを見ろ。なんだ。でもあれどっかで見た顔だぞ。誰だっけ。その手をどけろ。それでは顔が見えない。お金は持ってないです。どうして僕はいつもこんな目ばかりに遭うんだ。気のせいか、こいつの表情には演技ではない無知と怯えがある。もしパッションでの追ってならこんな態度は取らない。しかも赤子以上に隙だらけだ。